クレゴリウス11世は14世紀後半の教皇。フランス人で本名はピエール・ロジェド・ボーォール。クレメンス6世の老いにあたる。アビニョンで即位するが1377年にローマに帰還し、アビニョン補修は終わる。インノケンティウス6世の第に、教皇領が回復されたが、再び各地で反乱が起こり、教皇庁の司令が行き届かなくなった。 教皇は反乱の中心であったフィレンツェを破門にした。また、チェゼーナにロベール数奇教を派遣したが、傭兵隊長、ジョン・ホークウッドが、虐殺事件を起こしている。教皇に、ローマ機関を訴えたのは、ドミニコ会のカテリーナ・ナベニンカーサである。キリストと同じ聖婚が現れたとされ、後に劣勢されるほど信望を集めていた女性であり、1376年。 アビニョンを訪れ、当時破門されていた、フィレンツェの許しと教皇のローマ帰還を訴えた。フランスは百年戦争中で、アビニョン周辺も次第に不穏となり、ローマも反乱側に回る恐れがあったことから、教皇もついに帰還を決意し、1377年1月にローマへ戻る。しかし、帰還に反対する、フランス人の勢力も強く、グレゴリウス11世の死後、就任した。 ウルバノス6世に反発したフランス人数奇教がロベール数奇教をクレメンス7世に選出、教皇が並び立つという教会大分裂の時代を迎えることになる。家系図、ありがとうございます。